この古くて退屈な広間に活気が出たよ、アフロディーテ。植物でも活気は活気だ。私がちょっと身を揺するといつもリスが走ってくるのよ。小枝の上には巣があるから、もうすぐ小鳥も来るわ。もうすぐって？ああ、数ヶ月ぐらいかしら。ああ、楽しみだ。どう？落ち着いた？ああ、ええ。ここはとても素敵よ。野原が少し恋しいだけ。それにヘルメスがずっと他の女神たちの噂話をしてるの。失礼だと思わない？誰と誰がくっついたみたいな話で、あんなにも長い時間を過ごせる人がいるなんて。不死なんだから、みんな誰かしらと付き合ってるわよ。欲しいものがあるな。迷宮の中にあるものを見ても、避難しないで。したのはヘラクレスの方がオシャレだったからでしょ。言ってやったわ。アフロディーテの木の種だわ。でもピポンに汚されてる。アフロディーテのエッセンスを本人に守らせてるのね。性格の悪いやつ。どうやら空気を清めるには種を燃やす必要があるらしい。
行くよアフロディーテ、種を取り除くからね。燃えてしまえ。エロスは落ち着いて弓を下ろしなさい。オリュンポスはほぼ満員よ。
直しなさいってアテナに言ってあげたの。その兜、残念だけど全然役に立ってないわよって。